セルリアックは、セリカの植物。セロリの一変種であるが、セロリとは違い、肥大する根茎を食用とする。別名にセロリアック、セロリアーク、ノブセロリ、ネセロリ、セロリルート、カブラミツバ。セルリアックは根菜であり、球根状の根茎を持つ。原産地は、地中海盆地で、現在でも地中海盆地から、北ヨーロッパにかけては自生しており、広く使われる。 また、北アフリカ、シベリア、南西アジア、北アメリカでも栽培される。北アメリカでは、ディアマント種が優勢である。通常、根茎が1 0トルから1 4トルに成長すると収穫される。養鶏は苦味が強いため食用に向かず、根茎だけで出回る。香りや栄養成分はセロリに近い。生食。 または焼いたり茹でたり煮込むなどして火を通して調理する。薄く切ったセルリアックはスープやキャセロールに入れると味が引き立つ。多くの根菜と異なり、セルリアックには5%から6%のデンプンが含まれている。酸化しやすく、賞味期間が短いため、切ったセルリアックは酢水などに漬ける。ありがとうございます。